やるか、フォールガイズ。ここ最近やってなかったな。なんかアップデートがちょいちょい来てるらしいですね。まあ、やってなかったなとは言ったけど、やってないなりにやってんねんけどね。まあ見ててくださいよ。一発で優勝する男を見せてやりますよ。今日のテーマそれにしよう。一発で優勝。ノンストップ優勝。まあ見ててくださいや。ドアダッシュ。偽物のドアが混じってて、本物のドアが後半になればドアの数が減っていくやつやな、本物の。はい、僕はここです。たくさんの皆さんよろしくお願いします。いいですか。まずここほらちょっと隙間空いてるでしょ。これが本物の、いた、あれ、俺、俺のサボテンが、あれ、なんかジャンプのボタン変わってんねんけど。あれ、ちょっと前まで丸ボタンでジャンプやったのに×ボタンでジャンプになってる。はよ言え。ちょっと待ってください。これは聞いてない。これは完全に聞いてない。聞いてない。こんなの知らん。ゲートクラッシュね。はい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 、任してくれ。いや、今のはちょっと操作ミスというか、なんか事故やから、まあ任してくださいよ。いきますよ。見えますか皆さん、僕今1位ですよ。完全に一体これは、これ何このお団子。ちょピンポイントで俺の行く手を阻んできたんですけど、あいつが。何やこのプッチョみたいなやつ。まあ任せてくださいよ。これはね、真ん中行きましょう。このタイミングですね。ここ、はい、完璧。いいですか。いいですか。ここですね、ここですよ。わかりますか。ほら、行った。ちょっと待って、謙虚な心でやるわ。あかん、しばらくやってないうちに、そもそも続けてるやつらがきっとうまなってる、今、うまいやつらしか残ってない気がする。そして俺はやっていなかった期間、明らかに腕が落ちている。これはまずい。これはまずい。所詮フォールガイズと思ってた。ちょっと謙虚な気持ち取り戻すわ、待って。よし。はい、皆さん、はじめまして、とわこと申します。本日はですね、このフォールガイズの実況プレイやっていきたいと思います。このゲーム僕ちょっと、最近やってなかったんで、ちょっと腕が落ちてたりするかなと思うんですけれども、謙虚な気持ちで頑張りたいと思います。温かい応援よろしくお願いします。さあ、それではやっていきましょう。スピンレースですね。これはぐるぐる回る足場を乗り継いでいってゴールまで行けるかという、そういうステージでございますけれども、どけー、うわ、どけー。ちなみにこの前ツイッター見てんけど、こいつら全員180センチあるらしいな。こんな可愛いキャラに見えて、実は全員めちゃめちゃでかいっていうのを聞いて怖って思ってます。今自分で操作しながら俺のキャラ怖って思ってます。避ける、うまい。で、2連続できたからしばらくけへん。よし、ええぞ、来てるぞ。おい、ここは得意ですよ。まあ探してください。まあ、いやあまり得意じゃないんで、もしかしたらミスるかもしれないんで慎重にいきたいですね、これはね。はい、来てるよ。こっからはちょっと苦手なところが続くので、できるだけ慎重に。ああ、皆さんが僕の顔にぶつかってくれたおかげで、いやー、危ない。皆様、ありがとうございます。本当に助かります。助かってます、いつも。ふぅ、ああ、謙虚な気持ち、めっちゃ体力使う。普段謙虚に生きてないからな。よし、お前ら、あと全員脱落してくれてええぞ、もうええぞ、全員接続切れろ。うわ、俺の横にいるデモゴルゴン、何怖っ。俺の右横にいる顔面がパカってなってるやつ、怖っ。いいな、でもあれ、お花なんか知らんうちに全然知らんスキンいっぱい増えてて、みんなに個性出てていいですね。最初のうちみんなスキンが同じやったから、見た目一緒やってんけど。次はヒットパレード来たな。引っ張れ、任せてください。この先日久しぶりに個人的に遊んだんですけど、その時このヒットパレードで2戦連続で落ちてしまいまして、謙虚な気持ちで頑張りたいと思います。
はい、2戦目はヒットパレード。このステージはですね、まあ、障害物自体はそんなに難しくないんですけれども、やっぱりたくさんのライバルがいるということで、油断した人が死んでしまう感じかなと思いますので、油断しないようにですね、ここ上から行ってもいいんですけど、主人、何すんねんドラ、コモドドラゴン、お前。ここはこの回転するこのおおお前らお前ら誰が回してやったと思ってよしここよしここ渡り損ねたら終わっていたので、鉄球を避けて怖い怖いここ避けて痛いやってしまった痛いいやいけるこれはまだいける痛い全鉄球に殴られました。まだいける、まだいける、まだいける。あ、デモゴルゴンが手間取ってるよ。デモゴルゴンが手間取ってるから。はい、皆さん、こんにちは。とわこと申します。本日はですね、このフォールガイズ、実況プレイ、頑張っていきたいと思います。まず第一ステージはですね、ゲットグラッシュ。このステージは、扉が開いたり閉まったりするというステージでございます。扉が開いたり閉まったりするので、なかなか難しいということですね。扉が開いたり閉まったりするんですね。では、この中で42人のうちの1人に、なろうという、そういうコーナーでございます。ですね、これはこうと見せかけてこっちですね。こっちからの方が安全に行けるということですね。これは、一旦右に行く手間を惜しんで、こちらから行きましょう。手間を、プッチョがね、プッチョが。よし、大丈夫ですね。いい感じで進んでますね。はい。すいません、ちょっと実況慣れてないもので、あんまり、いったっぽっあ、まあ、まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫です。今ですね、今です、ここです。ここをこう行って、こう行って、こう。いい感じでいけてますね。はい。危なかったですね。あそこちょっと出遅れちゃいましたけれども、なんとか、後から取り戻すことができたということで、この調子でね、どんどん進んでいきたいと思いますけれども、偉い人がね、試合中どれだけ怒りを抑えるかだと、どれだけ自分のメンタルをコントロールするかが、やはり、勝敗を分けてくると。技術的な面が突き詰まってしまうと、もうあとはもうメンタルなんじゃないかなと。あ、ぐるぐるファイトですね。ここは、回ります。回るので、どれだけ回るかという、この、回りですね。はい。この、障害物が大体回っているので、それに対して自分がどう回っていくのかという。はい。では、やっていきたいと思います。さ、31人。42名のはずなので、11人ほどですね。4分の1ほどのプレイヤーがここで落ちてしまうということですが、いったやっていきたいと、いっあ、あ、あ、結果的に、おぉよし順調ですね順調です順調ですねはい順調です痛い今だよしすいませんちょっと巣が出てしまいました申し訳ないですこれは見ていきましょうここですねここは大丈夫です痛いちょっと君じゃああり大丈夫怪我とかしてないですかここよしいい感じですね。ここは中央。この中央を抜けられるかどうかでかなり変わってきますよ。ここをもし抜けることができたら、ターンと、痛い諦めない気持ち。おらしゃーいっ、1、1、1、1、1、1、1。大丈夫です。ここでセーブされているので。よし。で、ここ越えたい、ここ越えたい。よいしょよしよしあ、行きましたね。よかったみんな、大丈夫みんな、あ、大丈夫かなみんな。あ、よしよし、よかったよかった。本当はね、全員でゴールできれば一番いいんですけれども。落ちろ。30に落ちろ。あ、あと2人ですね。これは、何人かゴールしたけれども、入れるのは2人だけということで残念でしたね。まあ、また、ああ、ちょっと、あ、すごい暴れな。すごい、なんかすごいかわいそうなね、人が最後映っちゃいましたけども。さあ、残り31名。ああ、ロールアウトですね。このルールは、今までも見せたこと、いや、結構得意ゲームなんですけれども、
まあどうなるかは最後までわからないということでね、気を抜かずにいきたいと思いますけれども、このルールあまり落ちる人がいないんですよね。13人落ちるまで続くということなんですが、さあやっていきましょう。まあこのように、高い違いに回転しているロールの上で、ロールケーキみたいなやつの上で、なのでもう落とし合いが発生したりはするんですけれども、そんなに難しくないので結構平和的に誰も落ちずに、あれもう2人落ちてますね。いや、落ちちゃった人は残念ですね。残念、また別のゲームでお会いできればといった感じ。危ない、危なかった、とても危なかった今、危ない。でこれ結構この際のところに立っているとね、後ろから来た人にドンって押されてね、突き落とされてしまって、ふざけん、ほんと、ね、ああ、なかなか、ちょっと油断しちゃったな、みたいな感じになっちゃったりするんで、本当になっちゃったりね、するんで。これはできるだけ穴がないときは、この端っこの青色が少し回転が遅いので、ここで耐えたりしつつ、そうですね、この辺りで、ああ、ここ狭いですね、狭いところは本当に、危ないというか、はいや！何オレンジ色、何考えてんの？ほんとね、ちょっとオレンジ色怖いですね。これはここで一旦こっち側に逃げて、ここで入れ替わってからこう戻りましょうか。で、ここは危ない、危ない。危ない。なめとんちゃうぞ、おら。全機落としたら、シーソーゲーム任せてください。誰よりも得意でシーソーゲーム、全員一です。もう俺ぐらいになるとシーソーの動き止めれるよ。俺が乗ってもシーソー傾けへんから。ああ3列目か。ここは突っ走れると有利やねんけど、これぐらいがちょうど、違う、ボタン間違え、ジャンプボタンが丸であるっていう風に思い込んでるわ。ほい。でこれもちょっと傾きが戻ってくるまでおとなしくしてた方がいいかな。まあええか、これぐらいの傾きやったらいける。オッケー。出遅れてるけど、まあシーソーゲームに関してはそんなに出遅れ気にしなくていいから。どうせ後半みんな落ちば、あ、これはまずい。これいけるか。ちょ、お前ら組んだ。危ない。なあこいつら、ほんま。オッケー、これ傾いちゃうと、よし、オッケー。これあんまり傾きすぎると、よし、お前ら抜けがけはやめろよ、抜けがけすんなよ。よし、少人数で傾いたあのシーソーを元に戻しているときは一連卓勝やからな。一人抜けがけするとそいつ含めて全員失敗するときあるから、右からやな。あ、左からのやつもでも成功しやがった。叫んなあいつ、落ちろや。やべ、これはまずい。今のはミスやな。今のは違うよな。そうやよな、こっちから行くべきやよな。ここもよ、これもやばいよ。これは体勢立て直してるから戻れる。こうする、ありがとう、助かるわそういうの。こんにちは。なんか逆走していったぞ。でもあの終わり際付近でフラフラしてる人いっぱいおるよな。やっぱシーソーゲームは出遅れ関係ないな。先行したやつらがどんどん落ちていくから自動的に追い抜くな。あ、これは危ない。あざまあ見やがれ。俺は今負のエネルギーに満ちている。あ、こんなとこに人団子になってる。さーて、お前らのうち何人がゴールできるのかな。進めないね。こうなったらもう自分の意思ではどうしようもない傾斜が生まれてしまって、何をどうしてもゴールできん時あるよな。こんなんもう終わりや。全員落ちた後のシーソーが戻るから、一通り落ちてくれたらって感じではあんのか。なるほどな。あ、これは終わったな。この人らがゴールして終わりやな。なんかポテトが地面這いずっててめっちゃ怖かったんけど今。あら、落ちろ。しゃあ、行くぞ。全機落としたる。何が謙虚じゃ。チーム戦さえ来なければ引っ張り来たな。
まあ任してくださいよ、任してくださいよ。今のこの負のエネルギーに満ち満ちている俺が負けるって、要は鉄球に当たらなきゃいいんですよ。さっきも鉄球に当たってなかったら変わってたから。俺どこ最後尾やんけ。まあええわええわええわ、おら行け、使いとんねん後ろが。これ正直ね、落ちててもね、落ちなくてもあんまり合流地点のスピード変わらんねよな、ほら。あんまりどっちから行ってもいい感じやと思う、これで。これはできるだけ外側に、内側に行くと先みたいに押し込まれて悲しい思いするから、よいしょ、こうして抜けた、はい抜け出ましたよ。あ、じゃあ、あとはもう鉄球を避けるだけ。これは避けれる避けれる避け、危ない危ない危ない、よし、オッケー、慎重に行きましょう。おら、どけ、ちゃんとこいつも避ける、このよくわからん、これ何なの。結局これは何なの、すごい。みんなが行く手を阻むこの、これ、あと地面に流れてるこれも何。トップ50、うわ最後の人あれ間に合わんかったんか、かわいそう、哀れー。あれ、なんかいつも通りにやった方が調子ええな、この感じやな、この感じでいこう。次はパーフェクトマッチ出たな、パーフェクトマッチ、これ、これいる、これ、パーフェクトマッチがパーフェクトマッチやった試しがないねんけど。一人脳みそ使ってなかったやつおったな、今。カット、こんなもんカットじゃ、数人ちょっと自分で絵を覚える気がないやつがミスってましたけど。チーム戦以外でお願いします、個人戦で。あー、出た、スライムクライム、数多くの人が溶けていくと噂の。まあまあまあ、曲がしてくださいよ、全員骨に変えたりますわ。要はせり出してくる壁のところと、この一番最後のポール上のところ、ここ、この2箇所をどうにかできれば、まあ見ててくださいや。そこでね、そのゴムを使ったショートカットができるんですけど、俺にはできません。こんなんやってる間にスライム来る、こんなんやってる間にスライム来る、よしよしよし、ここ下からどん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 スライムがせり上がってくるから、なんか いらんことしてる時間がないんよね。そして俺はあそこでショートカットをしようとしていらんことをだいぶしたので、うわー、やっべー、まだいける、まだいける、まだ大丈夫、まだ大丈夫、やばいやばいやばい、これはまずい、危ない、あっぶねー、生きた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 、なぜか生きた、理由は分からんけど生きた。ここは、ここは慎重に行きましょう。ここでミスったら終わる。ここでミスったら終わるよ。俺、ここでミスったら終わるよ。慎重に。よし。何してんの、あいつら。確かに、でもあそこね、最後のポールの上でずっと立ってると、すごい他の人に対して嫌がらせができんのよね。終わり。